はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が出てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、もう今はもうすごいですよね。オンライン診療ですよ。オンライン診療はね、新型ウイルスの対策でですね、今年の4月からね、次元的に初診が認められました。厚生労働省によりますとですね、9月末までの3ヶ月間にですね、初診で利用したのは電話でのね、診療も含めますとですね、全国でね、2万1000件余りにもね、上っています。初心ですかね、初心。初心だけで2万1000件ですから、すごいですよね。でもこれ、でもね、いいですよね。オンライン診療ってでもね、ほんまにやってたんですね。僕はね、まあ、電気通信会社の CM の、バーチャルの映像でしかね、見たことなかったんですよ。なんていうんですか、部屋のベッドの上に寝てて、ボタンを押したらね、こうバッて画面が上がってきて、画面の向こうにはその先生の診察室があって、そこでこうオンラインで、まあ言うたら、話するっていうやつなんですけども、それがね、今実際に行われていたことをね、まあ、初めてね最近知ったんです。でもまあよう考えたらね、問診くらいやったら毎回この診察室にね行かんでもできますよね。視診はできるかな。でもまあそのまあね、微妙な映像のその光加減でがあったりするので、それで見落としたりするところだってありますからね、まあ、難しそうですよね。こうやって今ここがね、こんな感じなんですって見せたところで ね画像やからね、映像やから分かりにくいところもあるでしょうしね。そしてまあ触診っていうのは絶対にできませんので、まあそれは仕方ないんでしょうけども、でもね、このご時世ならではのやり方ですし、まあね、各企業さんがね、そのズームでオンライン会議とかねやってる時代ですからね、まあ人と人が話すことに関してはまあ変わりないので、まあいい考えですよね。で、ほんでね、その厚生労働省はですね、その感染がその収束した後も、まあ映像で このやり取りをすることやね、そのまあかかりつけの先生が関わることを前提に、初診からね、そういったズームじゃない場合と、オンライン診療をね、認めていく方針で、その初診でオンライン診療をね、行った後もですね、まあ、2回目以降っていうのは、対面での診療とね、まあ、組み合わせるべきだっていうのをね、厚生労働省は言ってます。またその1回もね、その受診をしたことがなくて、そもそもかかりつけのね、先生もね、いてなくて、何の情報提供もないその患者さんの場合っていうのは、まあ、対象にすべきではないといったね、意見もね、出されてます。でもそれそうですよね、まあ、一度も行ったことない病院やったらね、難しいですよね。診察してもらったことのある病院でね、まあ、それなりにその自分のその情報がないとですね、見てくれる先生も、まあ、どう見たらいいかわからないですよね。なので、そのオンライン診療のね、対象とする初診の具体的なね、範囲についてはですね、まあ、さらに検討されるみたいです。なので、その毎回同じようなね、問診のみで済むその診察っていうのはね、オンラインでもできても、まあ、新たな症状が出てきた場合では、まあ、ね、検査してみないとわからないことが多いので、やっぱりその場合はね、まあ、オフラインで、オンラインじゃなくてオフラインで実際にその病院に行って見てもらわないといけませんよね。まあ、その感染のリスクをね、避けるために、その密を、そして密を避けるためにね、行われているそのオンライン診療ですけども、で、まあ、先ほども言いましたけどね、そのオンライン診療っていうのは、まあ、これまでのその病歴とかね、問診っていうのが、主体になります。しかもその病歴の徴収っていうのは、その診療の中でも、まあ、最も重要なことなんです。とはいえね、まあ、その病歴でね、その推測された病気をね、診察なり検査なりでね、確かめていくステップっていうのがね、通常の診察ですので、まあ、オンライン診療の、まあ、なんていうんですか、能力っていうのは、まあ、通常に比べては半分以下しかないでしょうね。まあ、例えば発熱とかに関してはですね、そのオンライン診療のみでね、完結することができればね、まあ、もちろん感染のリスクはありませんし、まあ、通常の風邪程度であれば、問診のみでね、の処方をね、完結できると思います。で、一方、なかなか熱がね、下がらないとかね、まあ、肺炎が疑われる場合っていうのはですね、やっぱりそのね、病院にて対面で、先生と対面でね、診察がね、必要となります。そしてそういった場合はですね、その血液検査とか、まあ、レントゲンなどをね、行わないとね、はっきりとしたことは分かりません。まあ、そしてね、まあ、高血圧とかね、その生活習慣病で通院している患者さんとかやったらね、
まあこれにギリギリ僕も入ってしまいそうなんですけども、まあ、その他例えば家が遠い人とか急な用事や仕事などでね、その、まあ、予定にしてたその外来ね、その病院に行かなあかん時のタイミングで受診できなかった時っていうのは、オンライン診療っていうのはね、すごい有効な、ね、方法だと思います。その通院中のね患者さんらに関してはですね、まあ、僕もそうなんですけども、その先生もその患者さん側 の、 その病気やね、まあ、その他のデータをね把握していることがまあ普通ですので、治療をそのまま継続していいのか、まあ、あるいは変更が必要なのかということを、まあ、ある程度の確かさで決めることができるんだと思います。でもなんかすごく怪しい症状といいますかね、そのオンラインでも決められない時っていうのは先生もねいい加減なことは言えませんので、実際に病院に来てくださいとね言われると思います。まあ、その場合はねもうできるだけ拒むことなくですね、その体のためにね前向きに考えてください。で病院側もね感染対策をねしっかりしてますの で、 で患者さん側もね、まあ、しっかりとねマスクでね対策して受診してください。まあ、そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。